2021年3月11日、今日、あの伝説の企画が帰ってくる。本日の企画、サイドバック祭り。サイドさんだぞ。どうも、好きなタイは正常位、バックマンです。よろしくお願いします。今日はですね、これ、痛恨の2回目の開催となってしまいました、サイドバックで上に仕様のコーナーです。はい、来ましたね。この恒例のクソ企画なんですけども、なんかそのサイドバックが溜まり次第またやるわ、みたいなこと思ってたんですけど、溜まるん早すぎ。配信中の俺のしっこやないかい。これ前回やったのが確か12月の末とかやってんで、だからその2ヶ月ちょいぐらいしかやってないってね、前回から。マジ頻度えぐくない？もうなんか体調悪い時の整理や、てか、汚な今日の例え全部。まあしかもこれ第2回だということで、ちょっとメンバーちょこっと変えたのかなっていう程度のなんか変更だと思うじゃないですか。そんなレベルじゃないよ。そんな小規模なリフォームじゃないけど、もう匠が来た後やから、メンバー総特化やから。この稲妻イレブンで言うなら1から5になった感じやな。1から2じゃないよ。1から5になっとる。まあゴールキーパーに関してはね、遠藤守のままなんやけど、うん。まあゴールキーパーはね、ふざけると相手に失礼なので、はい。これはそのままにしてます。まあというわけで今回のそのイカれたメンバー片っ端から紹介していきたいんですけど、その前にこちらコーナー参りましょう。今日の右サイドバック。今日の右サイドバックは、ダニエル・アマーティ。本職がサーファーということもあり、サイドバックのことをよくサーフボードと間違えている。育ててみると意外と能力値が優秀で、ディフェンシブミッドフィルダーもできるということで、この企画的にはとてもキュンです。ポケットからバンコビール。というわけで今回のサイドバックスカートちゃんのチャームポイント紹介していくわ。まずはこの右サイドのあのワンビサカ。まあワンビサカ2021で守備的サイドバックになったっていうことで、俺が2020の時愛し取った攻撃的なワンビサカは死んでしまったんですよ。しかし今回右サイドハーフとして起用することによって、まあキングダムでいうバジオがごとく、まあ昔の攻撃的なスタイルに戻っていただこうと、改めて令和チャンネルの心をキュンキュンしてもらおうというわけですね。でしかもそこにターンが絡んでくることによって、これ右の攻撃力がやばいことになることは間違いねえと思う。もう言うたら台風やな、もうな、右がやばいと。でしかも2トップには決定力に定評であるキメロフロレンツィ北川を置いてます。で片割れは無料でもらった爆速サイドバックベシェリーね。で左側ティアニーにネイマール偽物、バストの鬼マンコビール、ピリピリにダニって感じになってますね。ベシェリンぐらいしか適正なしがおらんから、そこそこのスカットができとると、だから普通にね勝てると思う。なので早速その辺のウィニングイレブンキッズにサイドバックの素晴らしさというものを解きつつ、アナルを拡張していきたいと思います。いきましょう。まあ、サイドバック使ってウィレスするのも久々なんやけど、普通に442使うのが久々やから、ちょっとそれが楽しみっていうところはある。久々に体位変えるみたいな、そんな感じ。レーティング1287で半角ってことは多分相手キチガイなんで余裕だと思います。調子！うーわ、終わった。キーラン・ティアニー頑張ってくれ、マジで。使えねえアニメ、トグロか名字お前。怖っ、このスカット。やめてほしいけど、あの2トップ。ターでしょ。ワンビザここでボール持ってダブルタッチ。これ、ワンビザか、持ったら何するってもダブルタッチの。で、高橋フロレンツィ、あれ、ワンチャンあるぞ。ビシャリー。いや、ベシリスピードしかない。でも、守備力ある。いや、ボール取れたらでかかった。ワンビサカ。ワンビサカの守備力なめんなよ。このワンビサカの守備力が前線から出てくると恐ろしいだろうがよい。うら、食えた。うら、うら、あー死ぬ早。いや、うちはもうゴールキーパーに移動したらいかんからな。あれ、遠藤を守ると見せかけて三国先輩やからな。集中しろよ。あ、ベシャリンのこのスピードを生かした裏抜けやばくね。パスうまいよ。フロレンツィ決めろー決めろ。今日北川さんごっこしに来たんじゃないんや決めてくれマジで。いやでも待って、ベシェリンの裏抜けやばくね、早すぎるやろあいつ普通に。バストに戻れ。やべえ、まあ、ディフェンスに関しては俺たちディフェンダーやからさ、ちゃんとやってこうな。こういうことここでアマーティが出てくると、お前トラップからパスまで一人で慌てすぎやろ慌てんぼうか、あいつサンタクロースかな。下根バストにサイドで行ったでいくよ。クルーザーはティアに、ティアに調子悪いけどパス出してくれ。いやダメだわなんか倒れとるし、お前立ち上がれ早よ。黄金魂聞いてこい。アスピリ、ルンメリー、いや、これ絶対ルカグ。わかってんだよー、やめてー。あー、待って、ルカがガンガン来とるけど、まあ、それはわかっとんや。でも、2点取られたところで、2点取り返したけど、実力十分あります。なんだってうち、ほぼ適正ありなんでね。ちゃんとしたスカット使ってるんで。令和チャンネルがちゃんと操作すれば、点を取ることはたやすい。ティアニー。ここうまい。いやー、ダメやわ。あ、取れた。ネイマルにディゾン。ナイス。うん、ティアニー。バソに、やべ、いや、いけた、ベシェリン抜ける、いや、全然、パスが通らないよ、全然に。しかもなんか俺さ、右から行くわとか言いながらずっと左でやったんやけど、マジでアホなんか。フロレンツィにボール持ってもらって、そう、アンミサが。この圧倒的なスピード使おうぜ。それ使わずにいられねえだろうが。そういうこと。
で、ここで、いや、取られると分かってでも出したいコースがある、そこに。どっちが剣でどっちが盾や、そう、右手に剣で左手盾や。今まで俺はずっと盾で攻撃しとったな、いかんな、サドヤストラ初期みたいになっとったな。こっからは、どういうこと？まあ、まずはサクッとボールを奪うところから始めましょう。大丈夫、ディフェンダーやから俺たち。大丈夫か、そうやから、ボールはちゃんと取れるんやから。本来4人のディフェンダーが11人いるわけですからね、フロレンツィ、ベシャリーニ、そういうこと。で、フロレンツィがバーで走って、この位置の、バストーリー！いや、バストーリーもう一回！バトルなんか何度でもやろう！何度でも何度でも立ち上がり呼んでくれ！ここはね、あのね、アマーティが行かない。そう、戻ってからこの、ラストパスを狩る。ラストパス狩りの令和です。アスペリ、その後大事な。その頃のなんか無限に湧いてくる守備、無限ディフェンス戦。フロレンツィ、ワンビサカ。ダブルダッチ！いけるワンビサカ！攻撃的なワンビサカを見たことあるかい？攻撃的なワンビサカ !2020 を放出する！これ圧倒的な破壊力見ろ！そしてバストにこっち。そうそうそう。ティアニーがちょっと調子悪いから一回戻してと思わずでぶつかったけど結果的にボールが繋がってるからオッケー。フロレンツィ。飛べワンビサカダブルタッチ初手クオいったぞワンビサカ中入れろクッ言ってくれよ何色落ちけ。押し目が絶対来るから。それだけ見とけばいい。そうそうそう。そういうこと、そういうこと。で、あとはみんなでこいつら迎え入れて、そっからボールを絡めとるという作戦に失敗したワイであった。ダメだ落ち着け。集中バカパスコース立つなバストにナイスいいぞ立てだそう、フロレンツィ。フロレンツィフロレンツィボール取られるまで早すぎ早すぎる女子大学生1年目かおい、少女に取られるの早すぎるぞはい、ワンミサカ、ここ。アマーティ、もう一度サイド。で、ワンミサカ立て。そういうこと。で、ぶつかったら負けるから、そこにパスいや、パスがずれるペシャリンの守備力くわぁ守備行こう。そう、スピーナイス完璧。で、こっから立て。うまいペシャリン。うまい、ワンパで、ここだベシャリのスピード始末99の力同じ99相手したら負けます。うん。うん。何やこれ。なんて日だおいこれは一体どういうことだ !3 点も奪われてしまった正直スカットとして普通にそこそこ成立してるからまあまあ悔しいしよちくしょう今の俺たちは、あまりにも士気が低すぎる全員サイドバックだから負けても仕方ねえみたいな面してやがる。こんな時によ、サイドバックどもが失っちまった、プライドってやつを取り戻せるような男は、いなかったのかな？レオゼゼル、俺に戦わせてくれ！その声は、まさか、5万600円言ってしまえばリザラズはサイドバック界の王、そのサイドバック界の王を先頭に置くことによって、兵士たちの士気を底上げしようという作戦だ。さあ、サイド旅立ちよ立ち上がれえ、てか、マジで悔しいけど、つい絶対勝とう。いや、俺前回サイドバックだけでスカット組んでやってからそこそこ戦えたやん。だからさ、俺普通に、こんな負けてもしゃあないみたいなスカットやってるよ。でもめっちゃ悔しいけど、次絶対負けるやん、こんななんでこんなやつ戦わせるひどいよえぐい、高校生対試験集みたいな感じやん、マジで。もう見せよ。ほら、ひどいわ。敗北を知りたいって聞こえてくるもんな、こっちどうや。リザラーズ本気ちょっと、アーノルド2日連続不調はマジでいただけません、それに関しては。お前気合入れてください、ほんとに。相手に舐めぶだけはさせんとこ、舐めぶされたら負けやと思う。行こう。本気出そう。本気出して相手の本気も引き出す。ワンビサカ。落ち着け、ワンビサカ。まずはダブルタッチで敵を牽制してる。ボールは一回渡しました、相手。なぜかって僕たちはディフェンス集団。ボールを速攻奪ってカウンターに繋げてやろうという戦法さ。へい！すべては俺の手の中、集中で踊れ！リザラズ、パスが変！にゃーん！ディフェンス8枚に対してどうやってお前はこのディフェンス陣を崩していくつもりだよ。教えてくれよ。ほら、ほら、守備に関してはガチスカ以上間違いね。バストーニ。はい。で、リザラズサイド。うまい！で、ティアニー。いけない、ティアニー！あー、ティアニー何やそれ、もうマジやっとるくトグロアニやんけ、マジで。相手になんか取り付いて。あ、やばいやばいおい、ちょっと。マジで、撃たれたら終わりな、剣について、マジで。アマーティうまいな。ワンミサカ。ここ、リザラズ。で、一回ワンパして、フロレンツィもパースして、フロレンツィが、キックウェイで前もってシュートやるー決めた、フロレンツィいや、令和チャンネル完全に北側が憑依しました。熱いぜ、フロレンツィ。よくボール持ってくれた。集中しろよ。ディフェンス、ディフェンス、落ち着けや。あの、ロングチュートとか絶対打たせんようにしような。速攻入っちゃうから。ナイス！いいよ。相手前かかりになってますね。打ちゃ入るという状況が逆にお前に焦りを生んでいるってことを気づいてないみてえだな。ボール前用しないで遊びる、それマジ天才。うん、アマーティ。ナイス。ティアニー、うまい。ティアニー、もう一回。ティアニー、いい兄だ。さらす、ダブルタッチ。そういうこと。
英雄のパス、うまい。おっぱーい。ポロリしてしまった。お相手も下げとるやんけ、もあまりの厳しさに。わかるわかる、お前の気持ちわかるよ。でも攻めてこないとサッカーっていうのは制止しない。早く攻めてきてくれたまえ。甘い。無限ディフェンダー編、止めれるかお前が。誰だ。ああ、リザルズ、リザルズの個人技でいこう。リザルズ最高。リザルズダブルッチ、リザルズ、リザルズ、リザルズ。まずディフェンスから、まずは追加点にだけ取られるな。そう、ここでダニーロが飛び出してくる。どこにいるかわかんねえだろ。なんつったってこいつはダニーだからな。目で追えるような人間じゃねえ。ここだフロレンチ、フロレンチ。ダニーロ、これね、ルンメリギに来るわけですよ。それをしっかり見ておけば何も怖くはないはずさ。ナイスアスピリ、うまい。ワンミサか。そうフロレンチ、そう違うかも、違うわ。いや、結構相手も相手でこう集中してちょこ、おい、なんか待って、お前、鳥かごだけやめてな。鳥かごやめてな。なるほどな。え、ちょ、鳥かごやん、これもう。しょうもな。お前、攻めてこいよ、マジで。なんで鳥かごするん、そこで。鳥かごはいいだろ、だってサイドバックやぞ、俺ら。何を恐れることがある、飛び込んでこいよ、こっちに。うわ、せこ、こいつ。全然プレスかけさせてる。これ、せこいわ。立てます。うまい。フロレンチ。一回サイドな。で、ワンビザがここ。ダブルタッチ。いけるさ。リザル先輩、アーノルドやめろ、やめるんだ。どうぞ。あいつナルトだわ、一度決めたこと負けねえ。え、ちょっとお前マジで、お前来てくれ、もうええやろ、もう2点差ついてないから。もうなんか徹底しすぎな、徹底しすぎな。お前3点差決めな、外周とかあるんか。おー、ナイス。パス取りきた、落ち着け。飛んでいいリズム、夏のリザルスじゃないですか、これじゃあ。ガンガン行こう、ガンガン行こう。いや、もうガンガン行って、もうとりあえず一回相手の手中で待っといて、で、その上でここでボールを奪わなきゃ。お前、どんだけピストンする、マジで。やりちんぽすぎるんやけど、マジ攻め方が。おい、やめろ。クルトン、頑張れ。バカ、バカ、わかる。顔面セーブ、男の中の男だった。メガトイド、お前のメガトイド忘れねえ。リザラズ、うまい、うそこ、いけ、リザラズ、間に合ってくれ。おい、ちょっとマジ、弾返せって思う、こいつ。気象マジ、もう毎回取りに行くから、この構ってジャジってもキモいんやけど、クソメンヘラ攻撃が。死ねえや、マジで。おい、弾よこせ。ベンメリゲで前向けるほど俺たち甘くねえ。その後ボール行けや。おい、ダニール、お前いつまで主導権握っとや。よこせ。バカ、撃たれるぞ、おい。おやこれ、奇襲撃破、バーカ、バーカ、バーカ。